こんにちは。水中の光合成。詳細はページ17と42から43までです。水中の光合成を考えると、3種類の水を,を区別する必要があります。まず一つは、外洋です。次は沿岸にある水です。と、おだく水です。この3種類の水では、光が何メートルまで入れるのか見てみましょう。外洋の場合だと100メートルです。 沿岸水の場合だと数メートルです。すみません。数十メートルです。おく水だと数メートルです。つまり10メートル以下です。では、この値はどういう意味をするかっていうと、光合成生物は光が必要ですよね。光はここまでしか来ないんですよね。つまり、その線の下には生きていけないんですよね。光合成を使う生物は。 そしてもう一つの問題が潜めてあります。光合成生物はこの上の部分しか、でしか生きていけないんですよね。そこで、光合成生物が必要とする栄養は、それ以下にんで縮んでしまったら、すみません、縮んでしまったら、これが栄養としたら、ここまで光合成生物が使えますけど、それ以下に縮んでしまったら、もう光合成物が使えないんですよね。つまり、この辺にいくら栄養があったとしても意味ないんですよ。 この知識を覚えときましょう。次のシーンに行きます。ここにきれいな川があって、きれいな景色があって、川の中にいろんな植物があるとします。で、この川は海まで進んでいくとしましょう。で、そこでいつか誰かが、あ、ここで何か工事したいなって思って、シャベルる川を使うようにします。使うと水が汚れてしまいます。その汚れは海まで行ってしまいます。で、いつか工事が終わったら、 川がもちろん綺麗に、また綺麗になります。ですけれども、ちょっと水中を見てみましょうか。水中はもしかしてこういう感じになってます。シャベルカーによって出たゴミ、ゴミじゃない、汚れシャベルカーによって出た汚れは植物の上に死んでしまいました。その結果、あんまり光が当たるところが小さすぎて植物が死んでしまう可能性が高いです。つまり、川が上から綺麗に見えても、下が死にかけてる可能性があります。 だから水の周辺での工事とかは非常に危険な行為です。そしてもう一つがあります。一回戻ります。ここで一度汚れがバーンって広がってしまいました。で、この汚れによって光があんまり通れなくなりました。前こんな感じだったかもしれないのに、今こんな感じになってしまいます。つまり、工事の前にここで平気に住んでいた植物は今から死にかけてます。非常に厳しい状態です。 その後、シャベルカーがなくなって、水はまた、またこんな感じになってしまい、な、なりますけど、汚れが植物の上に沈んでしまったから、それでも光合成ができないんです。すでに弱まっていた植物にはさらに負担がかかって死んでしまいます。だから、どこでどういう工事をするのか、ちゃんと考えないといけないんですよね。ということで、以上です。ご清聴ありがとうございました。